ジョージ・ファン・ビースブルックジョージ・ファン・ビースブルックは、ベルギー生まれで、アメリカ合衆国に移住した、天文学者。周期彗星 53P、ファン・ビースブルック彗星、奇襲期彗星 C1925W1C1935Q1 を発見したほか、16個の小惑星を発見した。ベルギーのヘントに生まれた。 はじめ土木技術者になったが、1904年に仕事を辞め、ユックルのベルギー王立天文台の職員となった。第一次世界大戦勃発後の1915年に、家族と共にアメリカ合衆国に渡り、ヤーキス天文台で二重星、水星、小惑星、変更星の観測を行った。1957年に、ジェームズ・クレーグ・アトソンメダルを受賞した。 1945年にヤーキス天文台を65歳で退職するが、その後も活動的で、1963年にツーソンのガツ惑星研究所、ルナープラネタリーラボラトリーに加わった。小惑星ファンビースブルックはファンビースブルックを記念して命名されたほか、月のクレータに命名されている。赤色外星ファンビースブルック星にも名前が残されている。 長年貢献した個人に贈られるジョージファン・ビースブルック賞が1979年に創設され、1997年からアメリカ天文学会に引き継がれた。ありがとうございます。